ローマンブローチ、1993年でしたか。私が2度目のケンブリッジ留学を、研究休暇1年もらいまして、そしてケンブリッジに来まして、土曜日でしたかね。研究する合間に私がシティセンターに行きましたら、そこのちょうど中央に一角の教会として使ってるところだろうと思いますが、そこで、アンティークフェアがやって、おりました。その中に入ってつらつら見ますと、あるところで薄汚いですね、こういう小さな、金属、これは青銅ですが、それで作った、これ出土品です。昔の出土品。で、この類がずらーっと並んで売ってるんですね。で、その中、おお、面白いなと思いまして、ブローチがありました。これが病みつきになりまして、私はローマンブローチズの、コレクターになったわけであります。毎週のようにそこへ通い、そして、地方都市行きますと、必ずアーケオロジカルミュージアムというのがあります。あるいはロークルミュージアムというのがあります。そこへ行くと、その近辺で出土したこういった類のものが展示されている。それを綿密に見まして、ノートを取り、写真を取り、自分の、研究というか、収集にプラスになるような形で実物も集めていった。で、今日ここに持ってきましたのは、おそらくですよ。びっくりしないでくださいよ。作られたのが、紀元前13世紀から10世紀ぐらいの間であろうと。要するに、ケルトの出土品としては、最も古いものの時代ですね、これは。で、どういうな、ものかというと、これはブローチであります。しかし、ブローチといっても、と簡単に言いますと、皆さんがたまにお使いになる安全ピンっていうのがありますよね。今ですと金属製で、真ん中のところにコイル状になっていて、バネになってで止めるという安全ピンっていうのがあります。これ全く安全ピンと同じ構造です。で、一つの青銅の金属線、これを叩いてですね、一方に平らな形で、真ん中に穴を開けたんです、これ。そして、端っこの方は1回、2回やって、こっちへ持ってきて、そこに、ここにキャッチって言うんですけれど、ちゃんと留め金が止まるようになってる。これ完璧です。これは、おそらくオークションに出ますと、相当の値段になるはずで、こんな古いのって見たことありません。普通は紀元前4世紀とか、そのあたりから出てくるんです。要するに、これは、ヨーロッパにおけるブローチ。ブローチと言っていいか、あれはフィブラっていう言葉があるんですが、ファスナーですね。もう少し大きいものになりますと、ケルトの武々しい戦士たちが戦う時に、身につけている、獣の皮で作ったマント。それを前で留めるための留め金。ファスナー。として使われるものだ。それの、原型ですね。しかし、このちっちゃいものはファスナーとして使えません。これはおそらく、紀元前10世紀頃のものですから、部族の狩猟のような人物が亡くなった時に、これを副葬品として墓の中に入れたんだろうと。ですから同じようなものがいろいろ出てくるわけです。もう少し時代が経って、おそらくこれは紀元2世紀ぐらいですけど、これもケルトのもので、トランペットの形をしたものがいくつもずっとついてますね。これも大変いい造作のインダストリアルプロダクツで、パティーナ、六章っていうんですか、これも緑色で非常に美しいものであります。一部ちょっとコンディションが悪いところがあるんですけど、こういったものをですね、私は、たくさん集めました。
数にしていくつかって覚えてません。もちろんブローチだけではなくて、様々なものの、出土品がありましたんで、ケルトのモチーフが入ったものなんかは好んで集めたものであります。そういうものが今や、まあ私のところにあると。で、これをこの後どうしたらいいのか迷うところなのであります。